私はアレルギーなのか、いわゆるインスタントだしを使った料理を食べると喉が痒くなって喘息のような症状が出ます。化学調味料系は吐いてしまいます。これが煮干しや鰹節で取った出汁だと平気な私なので、おちおち外食もできません。そのことは結婚してから何度も何度も言ってきました。騙されて食べて、その場で呼吸困難のような症状でダウンしたこともあります。年々症状は重くなる一方でした。なので油断もできず、常に薬を持って旦那実家へと行っていました。先日トメの親戚が来るので顔を出すようにと言われ、旦那実家へと行きました。食卓に並んだものは焼き鳥、お寿司、トメの作ったお惣菜などなど、パッと見て問題がなさそうなものを選んで食べていました。そしてお吸い物が出されました。ちゃんと鰹節と昆布で出汁を取ったのよ。これなら嫁ちゃんも大丈夫でしょ、と嬉しそうに言うとめ、ありがたくと半分くらい飲んだところで、喉が塞がれるようなかゆみとヒューヒューという呼吸音、やられたと思った時には、旦那が私を抱えて別の部屋に連れて行き、薬を飲ませてくれて付き添っていましたが、発疹まで出てきてしまったので病院へ行くことになり、旦那が車を出すため一旦席を離れたんです。そのことを見計らったように現れたとめ、あら、やっぱり出たの？バレないと思ったんだけどね。あなたの体どこかおかしいんじゃないの？〇〇の出汁の素でもこんなになるなんて、絶対体おかしいわよ。血管貧ね。治らないなら病院に行っても意味がないんだから、このまま寝ていれば？あ、でも呼吸困難で死なれたら後味が悪いか、とニコニコ語っていたとめ。しかしとめの後ろにはすでに旦那が立って、黙ってとめの話を聞いていました。ブチギレた旦那は、つまりこいつが死んでもいいと思ってやったんか？なら立派な殺人未遂だぞ。警察に電話してやる。慌てたとめは悪気はなかったのよ。美味しく食べてもらおうと思って。と泣き崩れる。再び口を開こうとした旦那を止め、私も言わせてもらいました。じゃあ、私もお母さんに牡蠣を送りますね。あ、悪気はないですよ。美味しい牡蠣を販売しているところを知っているので、ぜひお母さんに食べてもらいたいんです。後日、送らせていただきますね。一度、牡蠣に当たって、入院と大手術をして、それ以来、オイスターソースすらダメになり、医者に、次に食べたら、命の保証はしない、と言われたとめは、ひーと言って、トイレにこもってしまいました。その隙に、私と旦那は病院へ。いつもの点滴と注射をして、事なきを得て、旦那からは、もう、俺の実家と一生関わらなくていいから、と言われました。その後、毎日のように、トメから電話がかかってきていましたが無視。一度、アポなし訪問をされましたが、居留守を使いました。ウトから手紙が届き、うちに来たら、大変なことになるから、自分の体を大事にすることを考えてください。お見舞いを同封します。と、3万円ほどの商品券をいただき、たまにトメを抜いて、我が家で会う関係が続いています。です。ありがとうございます。私の場合、アレルギー反応といっても、早々命に関わることではなく、本当に喉が痒くなって、ヒューヒューという呼吸音がする、くらいではあるんです。喉が痒いので、どうしても咳込んでしまいますが。なので、アレルギー体質と言ってしまうと、本当にアレルギーで苦しんでいる方には失礼かもしれません。そういう意味では、トメの牡蠣の方が大変かもしれません。私の場合、ダウンしたと言っても、薬を飲んでしばらく寝ていれば、発疹が出ない限りは特に問題ありませんし、旦那も一緒に病院で説明を受けているので、その状況はわかっていると思うのですが、トメのセリフにプチッと切れて、という感じでした。
今までにも何度か騙し打ちをされて、信用してしまう私も悪いのでしょうが、ケホケホ、ヒューヒューという呼吸をしつつ、薬を飲んで帰ってきていたので、ある意味、いい機会だったと思います。トメにカキを送る作戦ですが、ウトがカキが大好きなので、美味しい季節には、宛名は、ウトで送ろうと思っています。長文を読んでいただき、ありがとうございました。